白の謎です。白がですね、千尋にですね、私はずっとお前を見ていたというシーンがあります、えー。どうして私の名前を知ってるのっていうふうに、えー、千尋が聞くと、そなたの小さい時から知っているっていうふうに答えます。千尋におにぎりを渡すシーンなんですけど、そのシーンでですね、白は自分の名前を思い出せないですね。やっぱり名前を奪われてるからで。自分の名前も思い出せないのに、でも不思議だね。千尋のことは覚えていた。 っていうふうに言うんですよ。これね、やっぱあの、セリフの通りで考えると、ここから先の展開、ストーリー展開を、白というのは小白川という川の守り主の神様で、えー、千尋が小さい時に溺れかけたのをですね、えー、助けてあげた神様というふうにお話の上ではなっています。で、その事件だけでですね、なんで、えー、その後の小さい時から知っていると。で、 自分の名前も忘れたのに、お前のことだけは覚えていたっていう、このセリフがですね、ついつまが合わないんですよ。例えばその白が、えー、倒れた時に心配すると、そうするとかまじいはですね、愛だね、愛じゃって言うんですけども、これもですね、この、これまでの宮崎アニメの文法と違いすぎるんですね。主人公同士がこういう思い合っている恋愛感情みたいなものに、例えなったとしてもですね、それを愛だというふうに、 あまりはっきり言い切らないんですよ。なんでそんなはっきり言い切るのか。過去を思い出すシーンなんですね。ゼニーバに会いに行ってですね、白を許してもらって、で、白の化身である白い竜に乗って空を飛んでるシーンですね。割とあの、ドラマの中の一番の盛り上がりです。で、千尋は突然思い出すんですよ。水の中に手が伸びていって、で、というシーンなんですけども。しかしですね、これあの、靴がですね、落ちて拾おうとした にしてはですね、水しぶきのサイズが大きすぎるんですよね。じゃあ、千尋が落ちたから水しぶきかっていうと、いや、落ちてからだったらですね、その手が入る前にこんなに大きい水しぶきが立つはずがないと。もっと大きなものが落ちた時の水しぶきに手が伸びてるように見えるんです。こういうのをはっきりさせるためにですね、このシーンの絵コンテを見てみましょう。絵コンテを見ると同じことが書いてるんですけども、注目するのはですね、さーっと伸びていく子供の手って書いてるんですね。 なんで子供の手って書いてるのかっていうと、千尋の手って書かないためなんですよ。ここにいるのはですね、千尋じゃないからですね。で、誰かなんですけども、誰かというのを、あの、明かしたくないからです。誰かの手が伸びていって、そして水の中に大きいものが落ちたものを助けようとしてるんだけど、というものを書こうとしてるわけです。なんで、あの、千尋ずにですね、子供の手なのか。で、続いてですね、千尋がそれを思い出すシーンです。肩のところを見てください。 顔と肩の色が同じです。つまりこれ裸なんですね。これなんで千尋がですね、このシーンで裸だったのかというと、あの、よくですね、川遊びする子供がですね、パンツだけでありますね。あれと同じですね。川に落ちた時の千尋はですね、実は上半身が裸だったんですね。じゃあ、このですね、手を伸ばしている子供の手はですね、T シャツ着てるんですよ。おかしいですよね。 T シャツを着ている子供がですね、手を伸ばしていて、そして幼い頃川に落ちた千尋はですね、上半身が裸だというのは矛盾してるんですけども、じゃあこれ一体何を書こうとしてるのか。千と千尋の神隠しっていうのはですね、インタビューの中で宮崎駿は自分の中で、いつか銀河鉄道の夜をやらなきゃいけないという、ずっと思いつきで、今回でそれに応えられたと思うと。で、テーマは、 自分が生きてるとき、それは誰かが自分を生かしてくれたからだ。という事実がある。もうそれをちゃんと言いたいというふうに言ってるんですね。ところが、この千と千尋のアニメを、ストーリーだけを追ってると、なんで宮崎駿がそれを何回も強調するのかよくわからない話になってるんですよ。これ見てください。ほとんど同じように見えます。えっと、上と下の絵ですね。こう、なんか、家が一軒だけ建っていて、で、上は水の中に建ってる。下はですね、その、まあ、 え、丘に立っているんですけど、上がですね、千と千尋の神隠しの海原電鉄のシーンです。下がですね、銀河鉄道の夜のアニメの中に出てくる、もうすぐみんなが死の世界に行くっていうところで出てくるんですけど、ほとんど同じ構図で描いてるんですよ。 これもやっぱり銀河鉄道の夜に対する宮崎駿のリスペクトの一つなんですけどもですね。わざと構図を同じにしているわけですね。自己犠牲による人のための幸せというやつです。あの、それは宮崎駿がずっとずっと書きたい、書かなくてはいけないと思っていたテーマなんですけども、子供の手が誰かが落ちたところへ伸びていく。それは子供の手というふうに書いてあるわけですね。じゃあそれは千尋なのかというと、千尋じゃない。千尋はその時に裸なんです。 裸で落ちた千尋を助けるために子供の手が伸びてるわけなんですね。つまり、幼い千尋をですね、手を差し伸べて助けた T シャツを着た子供がどっかにいるはずなんです。それは誰かっていうと、これがね、今回の考察の主なところなんですけども、どうして私の 名前を知ってるのって言た時に、白が、その後の小さい時から知ってると。なぜ白は、千尋を小さい時から知ってるのかっていうと、白はですね、あの、千尋のですね、死んだお兄さんなんですね。千尋は川で靴を流したんじゃなくて、千尋は川に落ちたわけですね。それを助けようとお兄さんが手を引っ張って、代わりにお兄さんは川に流されて帰ってこなかった。 で、お兄さんは人のために命を捧げたので、その川で神様になれたっていうお話なんです。で、千尋はこれを覚えてないんですね。私覚えてなくてお母さんから聞いたんだけどっていうふうに言ってるんですよ。つまり、靴を流したというのは千尋のあくまで証言であって、でもその事件自体は全く千尋を覚えてないんです。母親はですね、千尋にお兄さんがいたこととか、あの、千尋のせいで死んだことは言ってない。 ですよね。子供の頃に川で溺れかけたということだけ伝えてると。だから、千尋を覚えてないんですけども。あと、鎌爺がですね、愛の力だって断言するのは、これは兄弟愛だからなんですね。 あの、地拾を傷つけたくないので、多分、これを思い出したとしても絶対に言わないし、かまじいも言わない。または、まあ、白自身も気づいてないのかもわかんないです。白の川はですね、埋もれてしまったということになっているんですけど、この埋もれてしまったというのもですね、地中に埋葬されてしまったというですね、死を暗示させるメタファーですね。今は埋められてしまって見えなくなった川というふうな言い方をしているわけなんですけども、 まだしかし完全な神様ではないんですよ。千尋に見えてしまってるから、本当の神様であれば夜になって明かりがついて油屋に近づかないと見えないはずなんですけど、白はまだ完全な神様ではない。これが完全な神様に最後になるっていうお話なんです。